そっか、そんなことがあったんだ。検定レーベル、とんでもなく大胆な男ね。ああ、まったくだ。そんなわけでみすみす敵を見逃しちまってな。すまん、弁解の余地もね。いや、その場合は見逃すのが正解じゃろう。墓地で騒ぎを起こすわけにもいかんからな。それにしても、そのハーメルという名は妙に気になるの。その名前、前に女王宮でロランス少尉と戦った時にも出てきた気がするのよね。クローゼ、何か知らない？いえ、残念ながら多分おばあ様は何かご存知だと思うのですが、国家間の問題というからには教えてくださらないかもしれません。そっか。オリビエはどう？エレボニアの村なんでしょ？うん、ハーメルか。それはまた奇妙な名前が出てきたものだね。奇妙？ハーメルというのは帝国最南端にあった村だが、現在その名前は帝国の地図には載っていないんだ。え？載っていないってどうしてなんですか？何年か前に山崩れがあってかなりの死者を出したそうでね。今では廃村となっているらしい。廃村？そうだったのか。でもかなりの死者が出たって。軍が災害救助に出動したから詳しい話は知らないんだが、一説では全滅に近かったと言われているそうだよ。全滅。確かにひどい山崩れだと村が丸ごと飲み込まれることもあるらしい。山津波というんだそうだ。なるほど、言い得て妙ね。でもそれがどうしてリベールの女王様と将軍に関係してくるのかしら。さて、今のところ全く見当もつかないね。うん、わしの方から帝国のギルドに問い合わせてそのあたりの事情を聞いておくか。まあハーメルについてはそのくらいにしておくとして、まずはお前さんたちに今回の報酬を渡すとしや。今回の竜騒ぎは本当にご苦労じゃったな。まさに遊撃士協会の面目役所といった感じぞ。そっかな。だが実験そのものは阻止できなかったからな。あんまり威張れやしねえさ。それにこれで王都を含めた5つの地方全てで実験が行われたことになるわ。次に結社がどう動くかすぐに見極めないといけないよね。それなんじゃが、お前さんたちここらで少しばかり骨休みをせんか。え？骨休みってどういうことかしら。そのままの言葉じゃよ。ルーアン地方から始まって立て続けに5つの事件じゃ。ここらで休んでおかんと身も心も疲れ果ててしまうぞ。でもまた連中が何か起こしたら私たちが動く必要があるわ。休んでいる余裕はないと思うんだけど。
今回の竜の一件で王国軍の警戒も厳しくなった。その分こちらに余裕ができたと考えてもよかろう。それにどうやらクルツたちが目星をつけたらしいのじゃ。目星ってのは見喰らう蛇の拠点か。うん、数日中に確かな情報が入りそうじゃ。もし連中のアジトが判明すれば一気に忙しくなるに違いない。じゃから休めるうちに休んでおいてほしいんじゃよ。そっか。うん、そういうことならお言葉に甘えさせてもらうべきだろう。コンディションの調整も遊撃士の仕事と言えるからな。確かに。ここいらで軽く一休みも悪くねえか。いい感じに話がまとまってきたじゃないか。しかしご老人、骨休みを進めるということは何か心当たりがあるのかな。鋭いの。実はネーベル市長からいいものをもらっておるんじゃよ。竜事件の報酬とは別にな。市長さんからいいもの？ズバリ南の湖畔にあるカワセミ亭の特別チケットじゃ。お前さんたち全員が3日ほどタダで泊まれるぞ。おお、さすが名高きボス市長だ。先輩らしい心遣いですね。いっといっと、それってみんなでどこかに出かけてお泊まりするってことですか？そうよ、バレリア湖畔にある眺めのいい宿屋さんでね。お酒も料理も美味しいし、船遊びとかもできちゃうわよ。うん、そいつはなかなか良さそうだ。確かにあそこならいい気分転換にはなるかもな。うんうん、どうせだったら思いっきり羽を伸ばしちゃいましょう。任せろ。応援よろしく。さてと、俺たちは一足先にカワセミ亭に行ってるぜ。うん、わかったわ。チェックインの方はよろしくね。ルグランジーさんが連絡したから部屋が取れないことはないはずよ。はい、任せてください。さてと、ギルドの掲示板を一応は確認した方がいいよね。ボス各地で竜の騒ぎが収まっているかも気になるし。まあ、ルグランジーさんがせっかく進めてくれたんだから、ほどほどに切り上げて湖畔に向かった方がいいわね。それは確かに。うん、とにかく用事を済ませたらバレリア湖に向かいましょう。
疲れ様。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。この度もお嬢様をお助けいただき、ま、今回はそういうリラさんが一番大変だった気がするけど、体の具合はもう大丈夫なの？このリラのことでしたらご心配には及びません。それより皆様はこれから湖畔の宿にお出かけになるとか、竜の騒動をはじめとして今回もご多忙だったご様子、どうぞこの機会にゆっくりとご静養なさいますように。うん、ありがとう。遠慮なく楽しんでくるわね。あら皆さん、今回はお疲れ様でしたわね。あの金曜石の結晶、大切に使わせていただきます。ところでチケットのことはもうお聞き及びになって？あ、うん、ちょうど今さっきね、せっかくのご好意だし甘えちゃおうと思ってたところ。ええ、ぜひそうなさって。しばらくの間ですがゆっくりなさってきてください。ええ、のんびりさせてもらうわ。うん、この機会にしっかり体を休めてくるわ。休むのも仕事のうちと申しますわ。それでは皆さん、どうぞ良い休日を。
Thank you.
Thank you.
お主たちか。何を尋ねに来たのか顔を見れば察しはつくが、そのことについてわしは何も言うことができん。どうか察してくれ。
の、ちょっといい？ミラノさんのお部屋はここかしら。ああ、うちがミラノやけど。あんたら、遊撃士の人たちやな。ええ、その通りよ。ラベンヌ村まで護衛の依頼があるそうね。うん、その予定や。果樹園の様子を見に行こう思とってな。しかし、ずいぶん若い姉ちゃんもおるようやけど、腕の方は大丈夫なんやろな。うん、失礼ね。私だって声優劇士よ。甘く見ないでちょうだい。この子の実力は私が請け負うわ。それでも信用できないなら悪いけど他を当たって。ふん、見かけによらんっちゅうことか。まあええわ、とりあえず信用したるで。でどうや、今すぐ出発できるんか。あ、うん、いつでも OK よ。よっしゃ、ほな早速出発やな。行く先はラベンヌ村よね。ってことは町の西口から西ボス街道に出るわけか。はい、そういうことですね。なら、うちは先に西口に行って待っとるわ。あんたらは何かと準備も必要やろうしな。あ、それだと助かるわ。じゃあまた後で西…よっしゃ、それで行こうか。じゃあ待っとるで。さて、それじゃあ私たちも行きましょう。うん、町の西口やったね。お、待っとったで。さっさと出発しようか。うん、そうしましょう。目的地はラベンヌ村ね。ええ、通い慣れた道だけど同行者がいるのを忘れないでね。道中の魔獣はできる限り避けていくわよ。そやな、無益な戦いは避けていくのが賢明や。仕事ぶりによってはボーナスも弾ませてもらうで。期待に添えるように一つ頑張ってみるわ。それじゃ出発進行。なるほど、情報通りやな。果樹園の方も一応の再建が始まっとるようやないか。ええ、そのようですね。前途は多難でしょうけど、千里の道も足元よりですわ。うん、いろんな形で援助も来てるみたいだしね。きっと立ち直ってくれるわよ。ああ、そう信じとるで。
なんとかしてうちら商人も力になりたいんやけどな。あ、ひょっとしてミラノさんも村を支援するために？そんなおこがましいこと考えたら罰が当たるで。うちが来たんはあくまで商売のため。とにかく果樹園の状態を確かめたかっただけや。もちろん必要があるんなら投資はする予定やけどな。さて、それじゃうちはもう仕事にかかるで。あ、うん。じゃあここでお別れね。あ、そういうことやな。あんたらの腕前なかなかのもんやったで。ボーナス弾むようにギルドに連絡しといたる。え、本当に？嘘ついてもしゃあないやないか。ま、楽しみにしとき。そいじゃ、帰り道も気をつけていくんやで。お仕事頑張ってね。Thank you.
Thank you.